こんにちは。英語のコーチのすすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回のビデオでは英語電話の対応ということで、こちらを紹介していこうと思います。で、今日は、この英語での、電話のこう対応の仕方ということで紹介するんですけども、先日ですね、日本の、人口が減るばかりっていうのは、当たり前なんですけど、子供が生まれる数が、87万人っていうことに、新聞に書いてありました。で、それに対してこう世界の人口はどんどんまだ増えてつつ続けるっていう感じなんですけど、そのですね、こう日本の人口がこう縮小する反面、世界人口が増えてるということで、これ考えてみれば明らかなんですけど、こう日本国内でのビジネスは小さくなっていくって感じですね。で、ますます一層ですね、こう国際化が進んで、英語がこう必要とされるっていうことは予想可能っていう感じですね。で、今、こうやってコロナウイルスがだいぶ広がっているということで、社会でもテレワークとかが進んで、電話対応とかも一層こう必要とされる状況が、される状況が、来るんじゃないでしょうか。で、確かにこう E メールとかでコミュニケーションは英語で取れるんですけども、やっぱり海外の人たちを見てると、やっぱどうしてもこう電話の方が好きだし、E メールよりもやっぱり絶対に電話の方が誤解が少なくなるので、今回はですね、電話の、英語での対応の仕方を、どうすればいいかということで、紹介をしていこうと思います。今回はですね、登場人物を、何人か作らないといけないので、出てくる人を、まず電話を取る人、この人を、スミレさんとしますね。で、電話を、かけてくれる人、かけてくれた人を、トムさんとします。で、最後に、上司の、ヤシトさんっていう人を、作ってみて、こういった形で、シミュレーションとして、私だけで、ちょっとやってみようかなって感じですね。で、まず電話がかかってくると前提で、電話を取ったとしますね。で、1番目のステップとして、すみれさんがここにいたとして、すみれさんが、最初に言う言葉として、Thank you for your calling ABC Company. This is Sumire. How can I help you? っていう感じが、最初の、ステップとなります。で、ここですみれさんが何を言ってたかというと、ABC カンパニーに電話してくれて、ありがとうと、私の名前はスミレと言います。で、How can I help you? で、この部分が、どうやったら、あなたを、助けてできることが できますかっていう感じですね。で、これは結構なんですかね、丁寧な表現っていう感じなんですけど、実際私が電話かけた場面ですね、向こうで電話かけた場面で、ここまで綺麗に言ってくれないことも、よくあったって感じですね。結構ぶっきらぼうに言ってくれることもあるって感じですね。で、1番の、とりあえず、説明が終わったので、トムが、トムさんが、話してくれるとするんですけれども、ここで、トムさんがですね、名前をまず言ってくれるとは限らないので、次の、ステップとして、名前を、聞くといいと思いますね。で、もう一回すみれさんに戻ると、すみれさんが、例えば名前を聞く方法として、May I ask who is calling? ですね。で、ここで、トムさんが例えば、ファーストネームと、ラストネームを、言ってくれるならば、すみれさんは例えばこれがビジネスのシチュエーションであるならば、ラストネームを使う方がいいかなっていう感じがしますね。それが、オフィシャルというか、ビジネスシチュエーションでは、使えるって感じですね。これが、もう友達感覚だったら特に必要はないですけども、そういった感じで、聞いていただくといいと思います。で、ここで、すみれさんにもう一回戻る と、次のステップですね。What can I do for you? とか、How can I help you? っていう、さっきの、一番最後の部分なんですけど、この部分に、もう一回話を進めます。で、例えばこれがビジネスのシチュエーションであるならば、すみれさんは、What? とか、What do you want?とかっていう感じで、ぶきらぼうには聞かない方がいいって感じですね。友達感覚なら別にこれは構わないんですけど、例えばビジネスだったら、こういった表現は、避けるって感じですね。
でもこれは、こういった扱いを実際私は受けたことがあります。だからまあ、そういうこともあるんだっていう、海外ではそういうこともあるんだっていうふうに、まあ、それぐらいの程度で、捉えていただいて、おくといいですね。ただ、まあ、日本で、まあ、電話を取るんだったら、先ほど申したようにですね、What can I do for you? とか、How can I help you? とかっていう感じで答えた方が、まあ、親切な感じがしますね。で、ようやく、トムさんに移れるんですけど、まあ、トムさん、まあ、トムさんが、電話してきたとして、トムさんが、まあ、言った言葉が May I speak to Yasuto ですね。で、これで、まあ、日本語訳をつけておくと、まあ、Yasuto さんに話すことができますかっていう感じで、トムさんが聞いたって感じですね。で、もう一回、スミレさんにこう戻ってきます。次の段階ですね。で、スミレさんが、まあ、Yasuto さんが、まあ、もし、いなかった場合、ここで、まあ、言う言葉が、I'm sorry Tom, he's not available ですね。で、これで、もしくは、I'm sorry Tom, he's busy ですね。で、これで、まあ、ごめんなさい、ヤストさんは、まあ、今のところは、手が空いていませんっていう感じですね。で、その次のステップとして、まあ、なんですかね、彼が、まあ、ヤストさんが、今、電話に出れる状態ではないので、そこで、まあ、もう一言つける感じで、May I take a message ですね。で、これで、まあ、なんか、ヤストさんにメッセージを残せますかっていう感じで、まあ、そこで、まあ、ペンとか、紙があれば、まあ、書き留める感じですね。そういった感じの、プロセスで、やっていただくと思います。で、もし、ヤストさんが、例えば、何ですかね、電話を取れる場合は、スミレさんが言う言葉としては、Do you mind waiting for a few minutes? っていう感じになります。で、これで、まあ、ちょっと、待ってくれないって感じですね。そこが、なんですかね、次のステップって感じですね。で、まあ、そこから、ヤストさんにこう取り次ぐって感じなんですけど、ヤストさんが、まあ、最後、こう出てきたとして、彼が言う言葉として、Hello, this is Yasuto っていう感じですね。で、まあ、こういった感じで、全ての、ホールプロセスが、終わるという感じですね。でですね、まだ、説明すべきことがあって、こう電話を、かけてくれたトムさんが、通話状態のいい状態で、かけてくれるとは限らないという感じですね。例えば、トムさんが、携帯電話からかけているっていう際は、まあ、周りがうるさいこともあるし、それから、電波のこう状態が、必ずしもいいっていうわけではないので、電話が、切れそうな、時がある可能性があるっていう感じですね。まあ、ですね、スミレさんが、まあ、聞き返しをするとして、聞き返しをするのであれば、まあ、スミレさんにもう一回戻ると、Hello って感じですね。それから、Can you hear me? っていう感じで、私のことが、聞こえることができますかっていう感じですね。こういった感じで、聞き返していただければ、いいと思います。で、他にもまだ表現がありまして、ですね、Would you repeat please って感じですね。これでもう一回、なんですかね、言ってくれないっていう感じで、聞き返しがまあできるって感じになります。で、他にも、聞こえない表現が、まあ、ありまして、I'm sorry, what did you say? とかですね、これで、ごめんなさい、今何て言ったのっていう意味ですね。で、他にも、I'm sorry, I can't understand you とかって感じですね。これで、なんですかね、スミレさんが、もし聞こえない際ですね、こういった形で、聞き返して、いただければいいと思います。この、聞き返すっていうことなんですけど、これは全然やることに失礼が ある部分ではなくて、逆に、半分しか理解してないのに、次のプロセスへ進めてしまうっていうことの方がちょっと誤解を招いたり、まあ、失礼になってしまうので、聞き返す分には、全然構わないと思います。まあ、こういった感じの、ですね、表現を使っていただいて、もし電波状態が悪かったらとか、あとは聞き取りにくい状況ですね、こういった場合も、ぜひ考慮していただいて聞き返していただければいいと思います。止めに入ろうと思います。こう電話対応っていうのは、対面との、ですね、会話とは大きく
かけ離れるものがあるって感じになります。で、頼れるものはどうしてもこう耳だけになるって感じですね。っていうのもやっぱりあの相手の顔の表情が見えないし、ですね、あと口の動きとかをあの手がかりに何を喋っているかっていうのがあの見えないっていうので、英会話としては、ハードルが一番のものすごく高いっていう部分っていう感じですね。で、先ほど申し上げたようにあの周りの環境によって、なんですかね、あの電波があの悪かったり、ですね、もしくはあの周りがうるさい場合ですね、騒音とか入っちゃったりして聞こえない、場合がある可能性があるからっていう感じもあります。で、まあこれなんですけど、もう、実際ですね、電話があのかかってきた時のためにですね、何度か練習して、まあ、あの実際にあの役立てれるように例えばですね、マニュアルを作っておくというのもいいってですね。でですね、ちょっとあの今日いい記事を見つけたのでちょっとあの紹介をしておくと、これはですね、まあ、日経新聞にあの出てたんですけど、星野リゾートの、星野さんが、まあ、あのちょっとおっしゃってたことが、まあ、ちょっとありまして、で彼があのすごいあのいい言葉をちょっと書いてたのでちょっと紹介をしておこうと思います。ちょっと読んでみますね。一番最後の、段落なんですけど、コロナ危機を受けてこの業界を離れようと思っている人もいるかもしれません。でも私はいずれ、観光業を離れるにしても今は離れずにこの危機を経験すべきだと考えていますと。で、この危機を経験、この危機を乗り越えた経験は今後、強い自信に関わりますとか強い自信につながりますということを、まあ、あの日経新聞で、星野さんがまあ言ってるんですけど、まあ、彼が言ってることは、まあ、逃げるんじゃなくて、まあ、経験しましょうっていう感じで言ってるって感じですね。で、この電話対応に関してもやっぱり同じことが言えて、経験することによってやっぱりこう自分に、自信がつくと思うんですね。だから、まあ、こういった形で、まあ、1回か2回、まあ、1回2回、まあ、もっと練習しておいた方がいいですよね。例えば電話対応だけをやるだとしたら、何回かやっぱり練習をして、まあ、経験してある程度こう自信をつけて、それから初めにまあ実践にやっていただけると、さらにですね、自信がついて、まあ、英会話の向上に役立てるんじゃないかなと思ってます。まあ今日はちょっとこんな感じでちょっと、いい方、まあ、いい言葉を目にしたのでちょっと紹介をしておこうと思います。まあ、少しでも皆さんが役立っていただければ、まあ、幸いかなって感じですね。じゃあさよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。